人が生まれてから最後に旅立つその時まで一度も休むことなく動き続ける臓器、心臓。今回はこの心臓における病気の中でも死因として多くの割合を占める心筋梗塞について解説していきます。心筋梗塞という病は心臓に流れる血管が詰まってしまう病気のことです。心臓の血管が詰まってしまうと心臓の筋肉に十分な血液を供給できなくなってしまうことで心筋が壊死し、最終的には死に至ります。心筋梗塞の代表的な症状として強い胸の痛みや胸の締め付け感が挙げられます。その痛みは突然襲ってくるもので、体の中心を鋭いもので刺されたような痛みが襲ってくると表現する方もいますが、痛みが襲ってきた後は意識を失い、すぐに助けがなければそのまま死に至ってしまうこともあります。その他にも呼吸困難、嘔吐、失神といった症状があり、これらは心筋梗塞の非典型症状と呼ばれています。呼吸困難、吐き気、冷や汗などの症状は30分以上の長時間にわたって現れます。また心筋梗塞の症状で感じる痛みについても、心臓がある前胸部の中心付近や胸全体が痛むとされていますが、人によっては放散痛と呼ばれる顎、首、肩、背中、腕など心臓から離れた位置で痛みを感じる場合もあります。このような非典型的な症状は高齢の方、糖尿病患者、女性に多いと言われており、明らかな胸の痛みがないからといって症状を軽視しないようにする必要があります。ただし心筋梗塞を発症する人すべてにこういった症状が出るわけではありません。胸の痛みなどがなく胸の違和感が唯一の症状として現れるという場合もあるほか、中には明らかな症状がない状態のまま心停止してしまうこともあり、それが原因で発見が遅れてしまう場合もあります。心筋梗塞は発症してしまうと致死率の高い危険な病気ですが、約半数の人は心筋梗塞の前兆となる症状が現れていると言われています。そのため前兆を見落とさないようにすることが生死を分ける鍵になります。前兆としては胸の痛み、圧迫感、締め付け感、胸焼け、腕、肩、歯、顎の痛み、症状が数分から10分程度で治まる、症状が繰り返すといった特徴が現れます。タイミングとしても日常生活でありふれた場面で現れることがあり、何気ない階段の上り下りや歩行などといった体を動かした時に症状が現れたり悪化したりします。いつ心筋梗塞の症状や予兆が出るかは当然誰にも予想することはできません。しかし統計データを見てみると似通った状況や因子などが見えてきます。発症する状況、全体の約3分の2ほどは自宅にいる時に発症している傾向があり、具体的には睡眠中や食事中という場面が高くなっています。その次に多いのが飲酒中、安静時、排便、排尿時の順で発症しやすくなっており、時間帯では起床後や夜間、季節では冬に発症しやすいとの報告があります。ストレス、急性心筋梗塞をはじめとする循環器疾患は老化、高血圧、喫煙、肥満、糖尿病など全身血管の動脈硬化をきたす疾患が原因となっていますが、発症の引き金としてストレスの影響が大きいことが知られています。一般的に心筋梗塞の発症は午前中に多いのですが、働き盛りの比較的若い男性喫煙者では夜の遅い就業中に発症するなど、社会・経済的要因との関わりがあるようです。また高齢女性では土曜日の発症が多く、週末に主婦への依存度が高いことで女性配偶者へのストレスとなっている日本独自の発症要因として注目されています。またうつも心筋梗塞などの冠動脈疾患に多いこと、うつを持つ心筋梗塞患者さんの予後が悪いことも知られています。原因としてはうつ症状がある人の不健康な生活習慣が一因と考えられています。もう一つはうつに伴い分泌されるストレスホルモンが直接的に循環動態に悪影響を及ぼすことが考えられていて、例えば血中カテコラミンの高値による自律神経異常、交感神経優位、血小板凝集能の亢進、血管内皮機能の低下などが報告されています。これらストレスやうつが心筋梗塞の危険因子として重要であるということは唱えられていますが、反面その治療により心疾患の改善について期待もされています。ストレスやうつに対する精神的ケアが予防医学の点からも今後ますます重要となりそうです。